皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。ビューティフルカーズの村上敦史です。今年の秋田は雪が少なかったんですけどね、やっと雪が降ったんですよ。それでこう皆さんから車に積もった雪をどういうふうに下ろせばいいのっていうご質問をたくさんいただいてたので、今日はそれをやっていきたいと思います。今日使っていくものですけれども、このスノーブラシとスノーブラシカバーです。でスノーブラシはね、こういういろんな形のものがありますけど、こういう形のこう伸縮するものが使いやすいですよ。でここの毛がね、柔らかいもの硬いものあるんですけど、これは、ね、ホームセンターで安売りしていたもので、めちゃくちゃこの毛硬いんですけど、硬い方がね腰があっていいと思います。で柔らかい毛っていうのは車に傷をつけにくいように柔らかくしてるんですけど、結局ね毛でね落としちゃうと傷つくんですよ。皆さん不思議なものでね、この毛だから傷がつかないと思って毛で雪を落としちゃうんですけど、こんなブラシで洗車って絶対しないですよね。洗車の時は傷つかないようにブラシ使わないのに、雪を下ろす時は急にブラシ使っちゃうと、やっぱりね雪を下ろす時もブラシは傷つきますからね。でこっち側はね、このブラシの場合はゴムになってて結構腰があるので、雪がねいっぱい積もった時とか落としやすいです。でこっち側はね、凍った雪を落とすようにこうプラスチックのヘラみたいになってるんですけど、こっち使うとねもう塗装面どころかフロントガラスとかにも傷ついちゃうので使わない方がいいです。そしてこれスノーブラシカバーですね。マイクロファイバークロスでできたスノーブラシのカバーで、イエローハットとか、オートバックスとかホームセンターで売ってます。でこのカバーをこの先端にかぶせて使うことによって、これ塗装面にね基本的につけないようにして雪を落とします。でも万が一塗装面に触れてしまっても傷つく心配がすごく減ります。ということで今日使っていくのはこのスノーブラシとスノーブラシカバーの2つです。でまずですね、雪を下ろすときに車に傷をつけないコツは、塗装面にスノーブラシを当てないってことなんですね。なのでまず最初暖気をしっかりします。で、ね、このままドア開けちゃうと雪がとさっと車の中に入っちゃって、それはそれで車の中が曇る原因になっちゃうんで、まあ、この辺の雪をねこう落とします。でこの時ね、塗装面をガンガン触らない、こう触ってないんですよ。ほらこんな感じで触らないように雪をね落としてあげます。あとね、ちなみに今日今氷点下じゃないんで、本当はこのまま落とせちゃうんですけどね、氷点下の日はね雪が凍りついててこんな風に取れないんで、そういう時は本当に暖気をしてあげた方がいいです。そしてね、こうやって落としておくと雪が車の中にあんまり落ちてこないでしょ。はい、そしたらエンジンをかけて、フロントのデフロスターとレアのデフォッカーをつけておきます。でね、オートエアコンの人別にね、いつもの設定のままで大丈夫ですから。そしてこのままねしばらく放置するわけです。はい、こうやってねしばらく暖気しておくことによって、氷点下の日でもね凍りついた雪が溶けてツルツルと滑り落ちやすくなりますんで、まずはねちょっとガソリンはもったいないんですけど、やっぱ冬場は15分ぐらいはこうやって暖気をしておいたら落としやすくなりますね。でね、ライトついてますね。これ日射センサーがねこのガラスの裏側にあるんで、雪が積もってるとねライトついちゃうんですよね。よいしょ、ライトはねつけたままにしとくと、毎朝ねつけておくと、ただでさえも低い気温でバッテリーが弱ってるんで、バッテリー上がりの原因になったりしますから切っておきますね。で僕はいつもねこうやって暖気してる間に歯を磨いたりして、こう身支度を整えておきます。そうするとね、支度が終わって外に出る頃にはねいい感じでね氷がね溶けてるんです。ということで、もうしばらくしたら雪を落としに行きたいと思います。雪を下ろしていきます。でこれカバーねつけました、こんな感じ でこの紐がね結構邪魔になるんで、こうギュッと絞ってね、ここにこう紐がブラブラしないようにしてあります。
でこっち側がブラシ面で、こっち側がね、あの硬いゴムの部分なんですけど、これを使って下ろしていきます。そのブラシの伸ばして、であとはね、ここ取ってください。ここね、塗装面に当てない、当てないんでどっちでもいいんですけどね、 こっち今ゴムの方ですけど、当てないでこう滑らして落とす感じ。暖気しっかり終わってるとこんな感じでね、当てないで滑る感じになるんで、まあこれ今日の雪だったらこっちのブラシの方でもいいんですね。こんな感じでね、当てないでどんどん滑らして落とします。今日はね、本当は氷点下じゃないんでね、簡単に落ちちゃいますけど、氷点下の日でも、まあ、北海道とかだとちょっときついのかもしれないですけど、秋田ぐらいだとね、あ、でガラスの部分はね、当てても大丈夫ですからね、ガラスは傷つかないので、あのしっかり暖気しとくとね、こういう風にね、ツルツル滑って落ちるんです。でこうツルツル滑って落としてる分には塗装面にね、傷ってね、ほとんどつきません。僕も昔心配してたんですけど、実際ね、あの何年もやってて傷、びっくりするほど傷がつかないなと思ってます。であとね、この辺ワイパーのあたりは雪が溜まるんで、まあ、ちょっとね冷たいんだけどね、手とかで取ってあげるといいと思います。よくね、質問いただくんですよ。こう雪国の人ってこうワイパー立てとく人が多いんですよね、まあ、ワイパー立てておくとこんなにね、ワイパーが凍りついたりしなくていい、そういうとこもあると思うんですけど、僕整備士やってたんですけどね、結構こうワイパー立てておくと強風とかでね、ワイパーがこうバタッと倒れた時にバーンと倒れるとね、それでガラスがね、割れちゃったりすることあるんですよ。なのでね、ワイパーあんまり立てないで、ワイパーは立てないようにしてます。どんどん落としていきますね。大体こんな感じで、視界が悪くなるので窓ガラスはしっかり落としますけど、上の方とかね、完璧にこっからね、こうなんかこう完璧に下ろそうとするとこう塗装面をね、引きずっちゃうんで、これぐらい残してて大丈夫ですよ。あとこの使い終わったブラシね、結構雪がついてて大丈夫と思う方もいると思いますけど、まあこのままね、車の中のこういうところ、こういうところに置いておけば、もうそもそも車って足とかに行き着いても乗っても大丈夫なんで、これぐらい大丈夫で、で車の中エアコンをしっかりかけてると、あの乾いちゃいますんで、こう入れと、僕は入れといてますよ、全然大丈夫です。あとはカウルトップ、カウルトップのところこうくぼんでるんでね、雪が溜まっちゃって、雪が溜まってそのまま凍りつくとね、なかなか取れなくなっちゃうんで、ここは取っておきましょう。でピーラーのとこね、そのまま雪出すとね、傷ついちゃうんで、こう手でね取ってあげてます。はい、このようにですね、雪が落ちて走れるようになりました。でも雪が落ちましたので、エアコンはもう音に変えます。でこれでね、走っていきます。このルーテシア FF なんで、雪道で走れますかっていう、よくご質問もいただくんですけど、こんな感じでね、走れるんですよ。でね、ここでわざとアクセルをね、ペタッと踏んでみるんですけど、こういう風にね、トラクションコントロール優秀で、エンジンはね、回ってるんですけど、全然ホイールスピンしないんですよね。上り坂も特段問題なく走っていきますよ。でね、上り坂はいいんですけどね、これは FF じゃなくても同じですけど、下り坂が危ないんですよ。この先のカーブね、よく車がね、左側に刺さっちゃってるんですよ。
構凍ってることが多くて、なのでね、こことかゆっくり行かないといけないですね。ここね、通勤路なんですけど、景色が良くて好きでよく通ってるんですね。ということでね、ビューティフルカーズに到着しました。ここを曲がるとお店があるんですね。このように走ってくると、さっきまで雪が残っていたボンネットやルーフもうすっかりね、雪が落ちて綺麗になってます。イージーグロスコートナノというね、コーティング剤も塗ってるんで、余計雪がツルツル落ちるんですよね。ただこのリアスポイラーは室内の熱が伝わらないので、氷点下の日なんかは結構凍ったまま雪が残っちゃうこともあります。ただもうここはね、気にしなくていいと思います。と話してたらね、ちょうど向かいのお店で展示車両のね、雪を落としてるったんですけど、ブラシがね、当たっちゃってるでしょ。でこれ洗車だとね、絶対あのブラシをボディに当てないと思うんですけど、雪だとね、やっちゃうんですよね。ツルツル滑るんでね、ブラシ当てなくてもちゃんと雪は落ちますということです。今日の動画参考になったという方は、ぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。またコメント欄もたくさんコメントいただいて、楽しく読ませてもらってますので、コメントもお待ちしてます。ではまた次の動画もお楽しみに。